こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。目が赤いのは痒いからです。目が痒い、目が赤いです。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。目薬ちょっと取りに行きます。目薬ちょっと待っててください。ちょっとごめんなさまだ目が赤い。目だよ、大丈夫です。SU48 研究生。リア2が、ゆーちゃんの配信を楽しみにしてる。ありがとうございます。ちょっと待って、なんか花粉ですね。めっちゃすごい。なんですこれは。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。すごい鼻が、
コウキさん、ハドダクさん、ありがとうございます。ポテチさん、星ありがとうございます。流れ星ありがとうございます。すみません、ちょっと鼻がすごいむずむず。すごい花火が鳴ってる。アスカさん、ワクさん、花火たくさんありがとうございます。ヒルタンさんもハトフさんありがとうございます。すごい鼻声です。沖縄にもシーサー、あ、じゃ沖縄にもチキンがあって、チキンあるんだね、沖縄。すごい楽しそう、沖縄旅行。みーちゃんは沖縄はおばあちゃんと一緒にね、一回行ったことあります。と飛行機に乗って行って、飛行機でめっちゃ耳が痛かったっていう覚えがあります。いつもニコニコいいので来てくれてありがとうございます。うわ、めっちゃ目が赤いです。村岡リアちゃんって小学生のモデルさんが壁写真でゆいなちゃんのファンになりました。え、そうなの、ありがとうございます。感動映画見たかった。そうだよね、めっちゃ目が赤い。え、なんでこんな赤いの。多分アレルギー、鼻炎花粉です。うわ、嫌ですね、こういう時は。目薬さしてもね、赤いんですよ。村岡リアちゃんが7期募集したら来ます。お、楽しみです。みなちゃんと同い年。え、同い年、すごい、やった、嬉しいよ、同い年だ。そう、ビエンピエンですね。
これね、シミないタイプのね、コンタクト、あ、じゃ、シミないタイプのやつだから、あれなんだよね。そんなに戻るってわけじゃないんですよ。そう、しみるやつの方がいいんだけど、これコンタクトしたままできるやつだからしみないんだよね、全然。見ない目薬でも目が痛くなるのやばいんかな。いや、どこだろう。そう、またメガネ生活をメガネ生活ですね。北九州雷ゴロゴロって、今いーちゃんのね、録画面ね、天気が分かるやつなんですけど、雨が降ってました、さっき。そう、この前ね、病院行って、あれ、回復のね、目薬を目もらってつけてたんですけど、また戻ってきましたね。赤くなって、でもどんどん白くなってってるよ。白いのが見えてきてる。ゲームのアイテム、ゲームのアイテムになりそうだね。ねえねえ、また行った方がいいか。悲しいですね。なんかそう、目細めると誰って感じになる。C、どっちか分かる。これこっちですね。博多味噌、博多人的なやつです。いいちゃんが心配で夜も8時間しか寝れない。それ普通なの？普通なのに。普通なのか分かんないけど、8時間普通だよ。
あ、187人いてありがとうございます。熟睡そう、めっちゃ寝てるじゃん、8時間。うん、時間経過ありがとうございます。それでは、あれ、段締めをしていきたいと思います。13位、百鬼夜行さん、12位、電気ビリビリさん、11位、なんか目のマイクの方、すごい、この子は目が白いです。目の絵も美味しい。10位、ゼロさん、9位、翔ちゃん、8位、たけさん、7位、ひかるびさん、6位、リオダさん、5位、だるまインコさん、4位、ひろたんさん、ありがとうございます。そして第3位は、ぐる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 っとかん、マックさんです。ありがとうございます。イェイ。そして第2位は、ぐる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 っとかん、アスカさんです。ありがとうございます。イェイ。そして第1位は、ぐる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 っとかん、ポテチーさんです。ありがとうございます。イェイ。ありがとうございます。そう、目がちょっと赤かったんですけど、たくさん来てくださりありがとうございました。それではカウントしておきたいと思います。そう、お昼休憩かな。楽しんでください。お仕事頑張ってください。それではカウントしておきたいと思います。644人の方来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。